宮瀬選手の学校の成績どうでした？いや、良くない。あんまり良くない。ですね。もう自分はもう試験当日に入試科目を聞くぐらいの人間だったので。ああ、いました、クラスに。今日何の科目だっけみたいな。いや、6月来ちゃいましたね、本当。梅雨だよ。いや、梅雨ですよ、本当もう。何が見てたの、梅雨嫌い。いや、もう梅雨大嫌いですよ、僕は、本当。バイクは。もうバイク錆びるし、バイク乗れないしで。外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かに、そうですね。天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあ、そんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は、受験相談 SOS。宮田先生、はい、今日の質問は何ですか？はい、今日の質問は、うん、推薦の方が早く終わるという理由で受けるのはやめといた方がいいですか？なるほどね、うん、推薦入試、まあ、確かに一般より早いですよね、うん、基本、うん、結論から言おうか、はい、受かればいいんじゃないかな。いや、まあ、受かればよし。そう、受かれば別にどっちでも推薦だろうが一般だろうが、うん、行きたい学校に行けるならもう全部使っちゃっていいと思います。AO もそうだけどね、うん、だから、うんうん、宮田先生、ちなみに周り結構推薦の人がいました？半々ぐらいですね、うん、あ、学校半々ぐらいだった。やっぱり半分は推薦で、うん、まあ、半分は一般受験でっていう方で、うんうん、正直推薦の人たちは楽そうでした、気持ち。なんか受験生の時に、うん、やっぱその受験生だと一般入試受ける人はそれを勉強しなきゃいけないじゃないですか、うんうん、推薦の人たちは、まあ、受かっちゃったらそれは推薦の人たちは、まあ、気持ちは楽だと思うんだけど、その受かる前、推薦入試の人たちってどうだろう、うん、常に受験するのが大変そうだった、それとも推薦入試は推薦入試で、例えば夏は推薦入試が大変そうだったみたいなイメージとかあります？そうですね、やっぱり比べると、うん、まあ、推薦の方たちの方が、うん、まあ、気楽そうな感じではあったけれど、うんうんうん、でもそんな遊んでるとかっていうわけでうちはちょっとなかったですね、うんうん、その推薦はちなみに指定校推薦、それとも公募推薦？指定校推薦が多かったです、うんうん、だから指定校推薦とまた公募推薦みたいな、ね、そのものもちょっと違うと思うんですけど、指定校推薦って要は学校の成績を収めてれば基本的にいけるものじゃないですか、うん、だから多分その場合は1年生2年生の時に頑張ってると思うんですよ。普段の学校のテストとかで成績優秀じゃなかったらなかなか、ね、特に行きたい学校行こうと思ったらやっぱ最上位の方になきゃいけなかったりするわけだからとは思うし、公募推薦だと推薦入試ってものがちゃんとやっぱり、ね、うん、指定校推薦の基本的には結構条件が厳しいっていうものが多いから、栄養もそうだけどちゃんと入試の対策一般とは違うわけでやらなきゃいけないから、 それがあるわけじゃないですか、うん、なので、うん、まあ、頑張るタイミングが違うのと頑張り方が違うだとは思うんですよ、基本的には、うん、だからちょっとここで気をつけなきゃいけないのが、推薦ミスった場合は推薦に費やした時間を一般のものにはあまり役に立たない可能性があるってことなんですよね。うん、そうですね、はい、結構危険というか、そう、よくその相談にも来るんですけど、推薦しか考えてなくてこう受けたらちょっとうまくいかなくて、で今から受験しようと思ってやっぱ推薦で受けるとする学校を受けたいんですって言っても、でも勉強をちょっと見てみたらやっぱり全然まだレベル的には届いてなくて、それが11月ぐらいみたいになっちゃうと、もう浪人覚悟じゃないといけなくなっちゃったりするから、そういうリスクもあるわけですよね、両方受けようとしたりする場合は。だから推薦の方が楽っていうイメージはないんですよ。自分は3年間学校でテストを頑張ることができる人間ではないと思ったんで、それどころか高校3年生自体受験勉強すらほとんど頑張ってなかった人間なんで、やっぱそれはそれで大変だとは思うんで、まあもし推薦受けられる資格が、もしこの質問してくれた人自体に条件が合うようなものがあるなら全然使っちゃっていいと思います、うんうんうん、楽だからとか早く終わるからってでも全然いいと思います。それで受けられて受かるなら、それはだってわざわざ大変なもので受けなくていいわけですから、推薦の方が受かりやすい人なら推薦で受かるのは全然ありだと思います、ね、うんうん、いや一般の方が受かりやすい、まあ、自分みたいに全然勉強してなくて、その高校時代とかだからもう推薦とか絶対もう、ね、自分を推薦するなんて学校からしたらふざけんなって話になると思うんで、そういう人じゃなかったら推薦入試をねぜひ使ってくれればと思いますので、うんうん、まあ、そうですね、はい、うん、はい、なので使えるものは使いましょうということですね、うん、はい、ということで今回は以上です。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おー、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、で
さらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com。 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、このタケタケチャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。タケタケチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。